どうも、稲太鼓です。今回はこちらの前夜祭に参加してきました。今日これだけ豪華なメンバーが対局するんですけど、周りがガヤガヤしています。頑張って打っていきたいと思います。ズルしない。全日本健康マージャン選手権2019前夜祭プロアマ戦をこれより開催させていただきます。ありがとうございます。今日は本当にお三人が高くて、今夜に大変多くの方をお越しいただきました。本日司会進行を務めさせていただきます、私間宮久美子と申します。どうぞ皆様お願いいたします。今日お越しいただいていますプロの方々は非常に、全てを理解されている方でして、皆さんと、まあ、交流をするというのが今回の目的になっております。こういうイベントはね、結構珍しいんですよ。なかなかこれだけの顔ぶれが、揃って皆さんと一緒にね歌を囲めるってかなり珍しいケースだと思うので、いろいろと不備があるかもしれませんけれども、楽しんでいただきたいなと思いまして、この後の時間とにかく皆さん明日本番だと思うんですけど、本番の前に今日はですね楽しむ方で、この時間をまた費やしていただければと思います。よろしくお願いいたします。で、私いつも、麻雀教室を仕事でやってるんですけれども、そうですね、やっぱり教室でやってて、今日もそうなんですけれども、井出先生もおっしゃられた通り、とにかく今日は楽しんでお帰りいただきたいと思います。もうお帰りの際に皆さんがもうニコニコされて帰っていくっていうのだけを僕は今日楽しみに来ましたので、一日、よろしくお願いします。早速なんですが、去年の10月に長女を出産しまして、今日が、東京に戻ってきて最初のお仕事になります。この中で誰よりも今麻雀を打ちたいと思っているのは私でして、はい、このね、卓慣れ親しんだ、教室慣れ親しんだこの卓で打てるのがすごく嬉しいです。今日は一日皆さんと楽しめたらいいなと思います。よろしくお願いします。全国からいろんな方が集まってこのような大会に呼んでいただいてありがとうございます。今日はね、トンプ戦3回と短いですが全力で勝ちに行きたいと思っております。皆さんが一生懸命積んだ山を、さっさと1000点で流してしまうかもしれませんが、皆様そこら辺はよろしくお願いします。最高位戦日本プロマージャン協会、セガサミフェニックス所属の近藤誠一です。最近というか、まあ、昔からなんですけれども、温泉とビールが好きすぎて、今引っ越しをしようか一生懸命悩んでおるところでございます。今日はよろしくお願いいたします。日本プロマージャン協会所属、カスカドリブンズにも所属しています鈴木太郎です。麻雀は最高の頭脳スポーツであると同時に最高のコミュニケーションツールでもあると思います。今日は皆さんと一緒に、楽しい時間を過ごせたらと思います。よろしくお願いします。実はですね、私手積み麻雀の方が、大学生以来で多分20年ぶりぐらいになると思います。今日は粗相をしないように、気をつけながら、頑張りたいと思います。皆さんよろしくお願いします。私も、いろんなところで麻雀教室させていただいてるんですけど、この卓は私も慣れ親しんでるんで、右側に並んだすごいタイトル取った人たちに先ほど手積みを教えました。ここ3-3ですよって言ったりとか、混ぜ方は手を上ですよっていうのを教わったので、教えてきたので、はい、皆さんも教えてあげてください。今日はよろしくお願いします。今日はね、前夜祭ということで、皆さん明日本番の方が多いですよね。すごい練習相手ですよね今日ね。全員今日やっつけて明日に箱をつけていただき、今日上位の成績の方には素敵な色紙もあるんですよね。こちらもぜひゲットしていただいて、一緒に素敵な思い出作りましょう。一日よろしくお願いします。優勝者からもいきますね。第1位は長野県代表井上聡選手、おめでとうございます。はい、新井プロからですね、三色紙の贈呈です。おめでとうございます。
先生、私たち選手一同は文部科学省講演全日本健康麻雀選手権で全国の方々との交流を深め全力を尽くし戦うことを誓います。2019年2月3日麻雀最強戦高校女子2018夏チャンピオン島村奈奈、麻雀最強戦高校女子2018冬チャンピオン三沢瑠香。ありがとうございました。では早速皆さんに書いていただいて、まあ、先生ですね、お答えは最後にお聞きするといたしまして、では皆さんその実際に麻雀で学べることとはということでテーマでお書きください。じゃあ、はい、じゃあマイクをお持ちになって、はい、答えは反対です。うん、では続いて横山さん、いかがでしょうか。自分は人間関係にしました。うん、では続いて大和さん、お願いいたします。まあ、事実です。続いて高校生の三沢さん、お願いします。はい、頭の使い方と過去の自分と今の自分をなんか比べられるみたいな感じのことです。では島村さん、お願いします。判断力と人とのコミュニケーションの取り方です。はい、私が書いた、はい、書いたのはですね、忍耐力、集中力、協調性。衆議院議員の長谷博です。そもそも麻雀を通じて多くの方々にやっぱりコミュニケーションを取っていただこう、社会参加をしていただこう、認知症対策にもなると、老若男女ですね、こぞって麻雀楽しいなとやってみよう、そういう仲間を増やしていただけたら良いと思っています。はい、というわけで前夜祭の麻雀トンプ3回打ち終えました。着順は私が1-1にトップ10入ってます。さすがです。私プロの中では2番目、9人中2番目無理があんな入ってたのにね。上は太郎さんだけ。さあ中里春の前着順は分かんない。着順分かんないの？分かんないの。もうね、書いてサイン書いてっていうのをわーってやってたら自分が何着か分かんない。トップではとりあえず前回全部の回トップではない。全部サイン書いたからね。はるちゃんも安定のポイントということで、焼き鳥ちゃんになったんでね、さすがにちょっともいいかな。すごい楽しかったよね。楽しかった、ね、みんな明るくて、明るくて YouTube 見てますも言ってくれたし、すごい、うん、国じゃん見てますとかいろいろ言ってくれたんで、いい人ばっかりでした。全国からね、こんなに麻雀ファンが集まるイベントなかなかないですからね、さすがですね。はい、健康麻雀良かったです。ぜひ皆さん参加してみてください。